ヌプントムラウシ温泉は、北海道上川郡新徳町にある温泉。沼の原温泉ともいう、北海道にある、の湯の一つ。地名語源は、アイヌ語で、山の方にあるトムラウシの胃。トムラウシの語源は、アイヌ語のトラウイ、あるいは、水垢のあるところに由来するとされる。2017年現在は、林道の中間地点が完全崩落。 崩落手前に倒木もあり、徒歩でしか行くことはできない。水温調整の水バルブが壊れて水温は高めで、あるが2016年度の台風の影響で湯船が埋まっている可能性あり。また、アクセスする林道も途中にヒグマの糞があったりとヒグマの生息圏内である。ことから徒歩でのアクセスも十分な注意が必要である。ヌプント村牛川の河原にある糞泉湯から、 湯と蒸気が交互にから吹き出している。新特徴によって設けられた、更衣室と混浴の露天風呂がある。沢水も引き込まれており、適温となるよう加水して入浴する。整備された浴槽以外でも、付近の河原を掘れば温泉が湧き出す箇所が多く、川水と調整して、自分独自の野湯を楽しむことができる。夏は、アブが多い。かつては登山者や、 林業従事者しか知らない人で、英林書が建てた山小屋は2016年度は健在。この温泉が広く知られるようになったのは、温泉評論家の松田忠則が著書で紹介してからで、ある。松田忠則の著書で最初に紹介された当時は、河原には何もなく、自分で河原を掘って、湯船を作って入浴するという人ぶりで、しかも途中の林道も橋が落ちている箇所があり、 四輪、駆動車で、とかしないとたどり着けないという状態だった。その後1992年新特徴が、林道、広衣室、露天風呂を整備した。現在でも、崖崩れや川の増水などで近づけなくなる時もあり、ヒグマに出会う可能性もある。温泉からは登山道が、沼の原質源まで伸びている。所要時間は、 夏場の登山経験者の場合で片道4から5時間ほどだが、あまりよく使われるコースではない。新徳町くったりから、戸村牛温泉へ向かう道道718号線を北上し、温泉の手前約6キロメートルの、明の橋の手前で、右側の林道に、そこから約15キロメートル未舗装林道を走る。ありがとうございます。